もうシンガポールのウッドランズはこっちって書いてありますね。 JB セントラルメインホール、これでまた昨日夜いた駅に戻ってきました。あ、そこに両替所があるんでまず両替しちゃおうと思います。シンガポールドル全然持ってないので。レートがいいのか悪いのかは分かんないけども、もうとりあえず買えちゃおうと思います。300リンギットを両替したら 87.3 シンガポールドルになりました。両替レートは 3.43 です。今両替所で聞いたら列車で国境を越える場合はこっちだって言ってましたね。この辺りで待ってる人たちがそうなのかな。今時刻は10時56分です。あ、そこに時刻表出てますね。10時のはもうディパーテッドになってます。で11時30分はこれが私が乗る列車ですけれども、オープンアット11、あそこに改札ありますけれども、パスポートかざせば通れるようになってるみたいです。予約の際にパスポート番号を入れたので、それと照合してゲートが開く仕組みになってるようです。11時になって予定通り入場が始まりました。今マレーシアの出国手続きが完了しました。出国手続きの後一応荷物のチェックもありましたね。 X 線の、まあ、形式的ですけども、時刻は11時5分あっという間に終わりました。でここが待合室になっていて、しばらくすればプラットフォームに行けるようになるんじゃないかなと思います。所要時間はわずか5分です。で運賃はこのジョホールバルからシンガポールに行く場合は5リンギットで、逆にシンガポール側からこのジョホールバルに来る場合は5シンガポールドルになります。11時8分プラットフォームへ向かいます。席は自由席なので、まあ早めに行って窓際の席取りましょうかね。よいしょ。狭いね。どこも。これ客車自体は昨日最後に乗ったグマスからこのジョホールバルのJB セントラル駅に来るまでに乗った列車と同じ客車ですね。作りが。今11時12分、出発は11時30分なのでまだかなり時間があります。これパスポートのスタンプですけども、マレーシアに入国したのがパダンブサールで9月の6日。で今日9月8日にジョホールバルから出国っていう形になってます。でこれ1日どれくらいあるかっていうと、ジョホールバルからシンガポール行くやつは昨日見た段階だと18便かな1日に。でシンガポールからこのジョホールバルに来るのは13便だったと思います。だから合計で31便。11時26分、帝国より4分ぐらい早く出発しましたね。私の隣も誰も座ってませんけど、車内見渡すと結構空席あって、この車両乗車率 6、7割っていう感じです。だから平日のこういう昼間だったら事前予約してなくてもそのまま駅に行って窓口で
乗車券買えそうですね。もちろん朝晩とかね、祝日土日なんかはダメでしょうけど。コーズウェイに入りました。車の方は結構渋滞してますね。今ジョホールバル側に行く車渋滞してます。これ水道をマレーシア側から輸入してるんで、シンガポールはその水道管です。もうシンガポール入りましたね。でこの後シンガポールの入国審査受けることになります。シンガポール入国無事完了しました。入国審査だいぶ最後の方の列になっちゃったんですけれども、それでも順調にね、これくらいの時間に出てこれたんで。で入国審査場は、シンガポール人用と一般用と、あと自動化ゲートもありましたね。で入国審査の際には特に聞かれることはなくて、ただ顔写真と、あとは両親指の指紋も取られましたね。まあ大体今ね、どこでも大体指紋の採取ってありますけども、それくらいですかね、気づいた点は。で今からこれが駅の外に出たところです。ここがウッドランズっていう駅なんですけれども、駅出るとすぐ右手がバス乗り場になってて、それからタクシーとかあるいはグラブなんか捕まえる場合もここから乗れます。自分は今回ちょっとバスに乗って行こうかなと思ってます。この駅着いてすぐの場所には地下鉄駅なんかはないんですよね。だからここに書いてあるように、例えばクランジ MRT のクランジ駅行くには170番のバスですよとか、ウッドランズ MRT のウッドランズ駅行くにはこういったバスで行けますよみたいなことが書いてあります。でここがバス停になってます。シンガポールね、私来るときバスよく使うんですけれども便利ですよ。107だからここ全部で7路線7系統のバスが止まることになってます。私856っていうバスで、ちょっとさっき RTS っていう電車作ってたじゃないですか、鉄道を、あそこの建設現場が見えるところまで行ってみようかなと思ってます。いきなりその856番来たんで乗ろうと思います。シンガポールのバスはタッチ決済可能で、あとアップルペイも使えるみたいなんで、アップルペイで行こうと思います。アップルウォッチでも行けましたね。すぐちょうど856番が来てくれたんで、待ち時間 1,2 分でしたね。今11時55分です。ここがウッドランズウォーターフロントっていう公園になってます。でこの先に桟橋があって、さっきまでいたジョホールバルとか
今作ってる新しい鉄道、シンガポールとジョホールバルを結ぶ、その建設現場も見れるみたいなんで、ちょっと行ってみようと思います。今この辺りにいるのかな。桟橋があります。ジェティって書いてありますけど、856番で今降りてこう歩いてきたところです。シンガポール来るのは2020年にコロナが始まった頃、2月にベトナム行って、その帰りにシンガポールちょっと寄ったんですけども、空港だけで街中には来てないんですよね。そこに見えるのが今列車で渡ってきたコーズウェイリンクになります。こっち側だと水道管が見えますね。で、対岸がさっきまでいたジョホールバルです。例の高層コンドミニアム群。で、この右手、これ今作ってるのが RTS って言って、シンガポールとそれからジョホールバルを結ぶ新たな鉄道になります。2026年か7年ぐらいには営業を開始するみたいなことを言ってましたよね。このコーズウェイリンクって世界でも最も往来の多い国境の一つだって言われてるんですよね。今1日に30万人から40万人がここを行き来してるみたいです。で、さっき列車内でも言ったように、列車使う人っていうのはもう1万人以下なので、1日あたりね、多く見積もっても8000人9000人ぐらいなので、本当に列車で渡るっていうのはごくわずかで、ほとんどはああやって車とかバスとかバイクとかで行き来する人が中心です。それに対してこの RTS は今計画段階ですけども、1時間あたり片道1万人の乗客を運べるようになるらしいです。まあ24時間運転しないとしても、1日数十万人が鉄道でここシンガポールとマレーシア間行き来できることになるみたいです。まあなかなかここにスーツケース持ったまま来る人はいないと思います。で、この RTS のシンガポール側の駅はウッドランズっていう駅になるのかな。今ウッドランズノースっていう駅が MRT の駅があるんですけれども、そこと接続されるみたいですね。ちょっと飲み物だけでも飲んできましょうかね。コールドビバレッジね、アイスホワイトコーヒーにしましょうか。サンリンギット、デザートアイスカチャムでもいいですね。これ頼んでみようかな。入ってみましょう。 Hello One。 店内涼しくて気持ちいいです。時刻は12時15分です。アイスコーヒーとそれからかき氷頼みました。アイスカチャン、ちょっと休憩してきましょう。アイスカチャンとアイスコーヒー来ました。かき氷すごい量ですね。食べられるかな。小豆とゼリー、トウモロコシ、これもゼリーですね。そんなものが入ってます。
結構食べたけど、もうさすがにこれでお腹いっぱいになっちゃいましたね、かき氷で。今の店、コーヒーは3ドルでしたけど、アイスカちゃんは 3.5 でしたね。で、合計で 6.5。それにサービスチャージ 10% と、GST。これはまあ日本でいうとこの消費税ですね。0.57 かかって、合計で 7.7。だから約800円ですね。まあ日本よりはちょっと安いかなぐらいですかね。あれ2つ頼んで800円だと、まあ大体同じぐらい、まあ、日本かき氷ちょっと高いですからね、日本よりはまあ安いかな、やっぱり。こっちがジョホールバルでマレーシアで、こっちがシンガポールという感じで、この映像だけ見るとどっちが発展してる国か分かんないですけども、まあ、シンガポールはね、ここ一番北の端なのでね、シンガポールの中心部はもっとずっと南です。ウッドランズヘリテージトレイルのルートの一つになってるみたいですね。ここはフォーマーマレーシアンベースジェティ&ケリ、あ、そうか、基地の桟橋として使われてたんですね、以前は。バス停に戻ってきました。このバス停は856系統のみのバス停ですね。これで私は今から MRT の駅まで行こうと思います。でそこから中心部に向かおうと思います、 MRT です。今いるのがここですけども、次の停留所ですね、ウッドランズノースステーション、ウッドランズノース駅の停留所まで、まあ停留所一つ分ですけども、だから歩いていけないこともないと思いますけどもね、まあバスで行きます。でこれがウッドランズノース駅ですね、 MRT の。でさっき見てきた RTS、 あの新しい鉄道ですけども、ここの駅とつながる予定です。だから今そこで作ってるのが駅だと思うんですけれどもね、 RTS の大きなクレーン見えますけど、今1時3分です。すぐにバスが来て、あっという間に移動できました。でこの路線なんて言ったかな、トムソンなんとか線で乗ったことないんですよ、自分が前来た時にまだできてない路線で、初めて乗る路線ですね。これ北から南に一気に行けちゃうんですよね、オーチャードとかオーチャード通りとか、あるいはさらに南のマリーナベイサンズとかある方、あっち側までこれ1本で行けちゃいます。だからマレーシアのジョホールバルから入ってきて RTS に乗ってシンガポール入りすれば、その後これに乗り継げばもうそのままシンガポール中心部ってことになります。MRT もバスと同様にタッチ決済使えて、あの Apple Pay も対応してるんで、それで行こうと思います。わざわざ乗車券買う必要はないです。わあ、大きな駅ですね。やっぱ将来的にはね、かなり利用者多くなるでしょうから、今でこそ
単なるシンガポールの北の端の駅ですけれども、数年後にはマレーシアから来た旅行者の入り口になる駅ですのでね。それに乗ればいいのかな。あと1分って書いてある。何この乗り継ぎの良さ、乗って1分もしないうちに発車しましたよ。今1時7分です。ウッドランズノース、今一番北から乗ったんですけども、これ TE ってやつですね。トムソンイーストコーストライン、ずっとこう来てここまで行くのかな。あ、ここまでガーデンズバイザベイまでつながってるんですね。ウッドランズ駅でだいぶ乗ってきましたね。オーチャードまでは32分って書いてありますから、13駅ウッドランズから。まあ島のね、北から南へ行くわけですから当然それくらい時間かかりますよね。1時42分、オーチャード駅に到着しました。オーチャードロードへは、123あたりの出口に行けばいいんですね。から11は向こうって書いてあります。意外とこの駅オーチャードなんですけども、この路線のオーチャードあんまり使う人いないのかな。あの前を歩いているショートパンツの女の子みたいなショートパンツ流行ってるんですかね。ややルーズな感じで結構何人も見かけますけど、若い女の子履いてるの。それぞれね、国によってファッションも微妙に違うんで、そういう違いもなんか面白いですよね。そうか、今のオーチャード駅、一応オーチャードって名前はついてますけど、あ、こっちだ。オーチャードって名前はついてますけども、結構距離的に離れてるんですね、オーチャード中心部からは。駅の位置が。これ、トムソンイーストコーストラインって新しい路線なんで初めて乗ったんですけど、とにかくこうやってシンガポールの街中来るのは5、6年ぶりですね。アイオンオーチャード、ここです。ショッピングモール。これは昔からありました。この NSL って書いてある。これノースサウスラインだから、NSL でノースサウスですよね、ライン。南北線だと思いますけども。ここまで来るとやっぱり人多いですね。オーチャードっていう感じがします。この2番の出口から上に出てみようと思います。
これがもうオーチャード通りですね。シンガポールの北の端から中心部までやってきました。今時刻は1時51分です。もうホテルチェックインできる時間になるので、そろそろホテル行ってもいいんですけども、ただホテルはね、このオーチャード周辺ではなくて、もっと中心部からずっと東に外れたカトンっていう地区にとってあります。シンガポール2階建てバスを送って上の座席座ると景色眺められて楽しいですよね。私バスが好きなのは MRT 地下鉄で移動すると景色全然見れないじゃないですか。単なる移動になっちゃうけど、バスだとその道中も周りの景色とか楽しめるんでね。まあもちろんバスの方が時間はかなりかかりますけれども、ものすごく急いでるんでなければバスをおすすめしたいですね。だからここからカトンのホテルに行くのもバスで移動しようと思います。アイスクリーム売ってますね。I want chocolate.1.5 シンガポールドルだから150円ぐらい。ああ、パンかウェハウスかカップかって選べるみたいですね。この人はパンに挟んでますね。ああ、パンに挟んでる人が多いな。この人もパン、あ、この人もパンだ。でもさっきのアイスカちゃん食べたばっかりなんだよね。ここでまたアイス食べる？食べますよね。何にしようか。食べるしかないでしょ。マンゴーだな。May I have one mango with bread? Yes.パンに挟んだマンゴーアイスです。 1.5 シンガポールドル150円ぐらい。パンかウェハースかカップか選べます。で、味はこんな感じ。家人のおじいちゃんが作ってます。おいしい。タイでもね、よくアイスクリームパンに挟んで食べますけども、東南アジアで一般的な食べ方なんでしょうね。次から次にお客さん来て大人気です。まあね、今日のこの天気だとアイス食べたくなりますよね。で、売ってる場所はこのプラダとかポーチなんかの入ってる、これアイオンでしょうね、アイオンオーチャードの向かいになります。ここには隣伊勢丹も入ってます。あ、もうこの建物は伊勢丹なのかな。伊勢丹の前ですね。人懐っこい鳥、全然逃げません。むしろ近寄ってくる。Thank you. It was really nice. Yeah.さあ、バス停向かいましょう。美味しかったです。おー、鳩が低空飛行。
シンガポールってもともとこうジャングルに覆われた島で、今でこそこんなに建物いっぱい建ってますけど、緑豊富ですし、ちょっと油断するとどんどん自然に覆い尽くされる感じの街なんですよね。バスはこの反対側から乗りたいんで、一旦下に潜らないとダメですね。ここにはウォールズのアイスクリーム売りもいます。ラッキープラザ、これね、フィリピン人が集まる建物として有名ですけど、